皆さん、アンバサー。今日は友人6人で山中湖にツーリングしてきたよ。ゆっくりしていってね。今日は、朗報があります。知ってる方は知っているかもしれませんが、納車当日に盛大にこけた、ドローン坂本が、復活しました。今日はドローン坂本復活をお祝いするツーリングにもなっているわけです。山中湖に行って、うどん食べて、自衛隊の演習場に遊びに行く予定だよ。今私が走ってる道は同志の道って言われてる場所です。バイクツーリングに道では結構有名な道で、バイカーがたくさんいるから、走ってて気持ちのいい道だよ。ツーリングメンバーは、3人スクーター、3人オフ車の6人だよ。スクーターメンバーは、ボルボ、ハラデカ大明神に今回私の動画初登場の、ヤクザが参戦したよ。なんでヤクザなのかは、怖くて言えないよ。アンバサー、オフ車メンバーは、復活のドローン坂本、警防山田だよ。今日は快晴で絶好のツーリング日和、富士山がすごく綺麗だったよ。私は、WR ターンを、前日に納車したばかりのツーリングだったので、この日はめっちゃ緊張してました。ウインカーとホーンの位置がわからなくて、この日は何度もクラクション鳴らしちゃったよ。ミラーが邪魔で、富士山が見えにくいけど、富士山見れてよかった。よくここにはツーリング来るんだけど、なぜか毎回雲に隠れちゃってて、こんなに雲がない富士山見たの多分初めてだわ。この日はゴールデンウィーク。やっぱりかなりの渋滞がありました。まあ仕方ないよね。ふもとやって名前のうどん屋さんに来ましたが、ご覧の通り、満車です。あくまでしばらく待ちました。ここ回転が早いので、それほど待たずに入れました。ツーリング先での食事は最高だったよ。ふもと屋さん、アンバサー。次の目的地、富士演習場に向かいます。しかしここでも渋滞に捕まってしまいました。どこ行っても混んでるから辛いんごね。今日の目的地、富士演習場に着きました。ここは、自衛隊の演習場となっており、休日は一般の方も入れるようになっています。開放日はホームページで確認できるから、行ってみたい人は開放日の確認を、しておかないと、撃たれて死ぬんごよ、アンバサー。それにしても、すごい景色だよね。なんや、ここはジャパリパークなんか？すっごい、楽しい。ここ、オフローダーにとっては最高の場所だよね。景色も良くてダートもあって、てか、あまりにも広すぎて草生えました。
うろおー、景色最高ですなこれは。ボルボとヤクザ、まさかの登れないというオチ。腹でか大名人は余裕だったのにこの二人、だらしねえなぁ。別のところに移動してみたよ。ああ、土手登ろうとして、直前でやっぱりやめとこうと心にブレーキをかけたのがまずかった。あのまま登ればよかったのに、悲しい。どうやらボルボ大先生が、ゲイボーイ山田のセロを使って、ジャンプというのが何なのかを見せてくれるそうです。先生じゃないんですか。怖かった、怖かった。こりゃどう？どう？いい、かっこいい。お。いや、まあ、うまいけどさ。ボルボがただの口だけやろうってのが分かったので、今日はこれでおしまいにしておくね。それでは皆さん、アンバサー。